目の輝きがなくなった。あーあーびっくりした。次のテスト赤点取ったらまずいわよ。頑張ったら一日デートでも何でもしてあげるから。はい、どうも皆さんこんにちは、ボルボックスでございます。今回はですね、ちょっと気になるゲームがございましたので、こちらの方をやっていきましょう。その名もローターローション、野外足つぼマッサージ院長編ですね。はい、院長編ってことは、他のね短編もあるんでしょうかね。どういうゲームかと申しますと、はい、ちょっと今から進めると分かってくると思うんですが、はい、とりあえずこちらの女の子ね、院長さんですね、でかいですね、かなりでもないな、うん、微乳ですね、またしても D カップぐらいかな。はい、この院長さんにデート中に足にね足つぼマッサージを装着して、うん、イチャイチャするゲームかな。いいですね。言っておくけど、ここでは本当にダメだからね。うん、よくこういうシチュエーションあれですね、AV とかでね、エロビデオとかで見ますね。ちょっと音がですね今回小さめですね。この時間は人通りも多いし、もしバレたらきっと大変なことに。はい、今回の内容ですね、委員長の、靴の中の足つぼマッサージ機を動かそう。ん、どうやって動かすのこれ。あ動いた動いた、うわね、フルボイスなんですかね。あ、フルボイスじゃないや。なんでそういうことするのよ。バレたら大変だって言ってるのに。ちょっと君たち、あ、まずい、バレた、逃げるわよ、走って。でも普通にデートすればいいのに、なんで足つぼにマッサージ機を入れちゃったんだ。あ、ちょっと道を教えてほしいんだが。うくそ、この通行人かわいそうですね。勘違いされちゃった。ここはどこだ、秋葉原違うか。あ、12月7日すごい。え、12月7日ね、私がちょっとこのアップする日は違うんですが、収録してる日が7日なんでリアルタイムなのかな。確かに逃げ出したのは私だけど、あ、もうこれはダメな場所だ。ダメな場所に来ちゃいましたね。どうしてこんなところに逃げ込むのよ。本当に人に見られたらどうするつもりなのよ。これマイナス何？え？どっちも同じ？プラスは？これ何これ？あ、すごい！ぬるぬる動く。ぬるぬる系だ。何もかもかぬるぬるです。もう一回押そう。おー、瞳孔まで動くんだね。これは、この子は感じやすい子だな。ただ、足ってのがちょっとね、ね、残念ですね。どうせだったら、この辺とか、ね、この辺とかが良かったな。ね、18禁のゲームでは決してない、健全なね、全年齢対象のゲームなので、そんなことはできませんね。じゃ、プラス。あ、感じてますね。いいよ。これは何？あれ、どこ押しても同じ？これ何？どこ押しても同じかい？これ。ちょっとトイレ、お前ちょっとトイレよ。何もならない。すごいな。三条押してみようか。何もならないね。ちょっと体触っては何もならないか。でも、感じてるけど。感じてる、あ、次へ進めるんだね。ある程度感じると次に進める、次のステップへ行けるようですね。じゃあ行きましょう。ん、ああ、ちょっと待ってってば。だから何もこんなところでしなくても。いや、ここの方いいでしょう。でもね、道端でみんながいる中でやってほしいのかい。いいね、いい子だねこの子。そろそろ休憩がしたいって。でもどこで、あ、もうデート終わりなのかな。わかった。何でもするって言ったから。いいね。こういう、まったり、すごい。朝デート、夜デート、夕方デート、
夜デート、夜デート行こうよ。ね、なんかこのままちょっとホテル行こうや。あれ、この部屋何？今気づいたけど。え、もうホテル到着しちゃった？はい、じゃまた行こう。あ、感じてるね。このなんだろう、3つ光ってるけど、これが増えることはないのかな。え、だってこの部屋だって絶対にほら PS3 みたいなのもあるもん。ここ絶対にちょっと高めのラブホじゃね。じゃあ感じさせましょう。ここなら絶対大丈夫です。あ、そうか、休憩だからここに来たのね。大胆だな。じゃあそんなね、エロ思考のね、エロ思考のいけない君にはいたずらしちゃおう。いいね、私の好みですね。ね、私どっちかっていうとロングが好きなんですが、ロングヘアの子が。ただショートでもやっぱりいけますね。もう髪型関係ないか、やっぱり可愛い子はみんな可愛いね。ちょっとでもあの足つぼもいいんだけど君ちょっとそのベッド寝てくれやね。おお、ちょっと感じてますね。でもここにね、あのここまで来れるんだったら別に何も足つぼマッサージじゃなくてもいいんじゃない？ちょっとしかめてますね。おい、お、連打だ。行く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 行け。楽しいなこのゲーム。あ、今回結構耐えますね。連打連打。俺の無呼吸連打を見ろ。おろ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 。お、長いね今回。だいぶ感じるよ。すごいね。ちょっとこのマジでこのなんか顔とか触っても何も起こらないんだね。ちょっとベッドの方クリックならないか。ね、万が一に備えて高級ローションティッシュが、高級ローションティッシュがねありますな。持ちこたえるな。何回ぐらい押しただろう。これもしかして連打してるとダメ？次へ進むかなくなっちゃう？そうでもないんですね。じゃあ押しまくりましょうか。またほら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 、気持ちいいかい？あ、うん？これもしかして、あ、違うか、この押す場所によって表情変わるとかじゃないのかな。感じまくってるぞこの子。かれこれかれこれ、あらら、あれ5分間ぐらいこれちょっとやってるんですが、進展が、展開が訪れない。あれ、これ体験版だったかな、ひょっとして。ちょっと5分ぐらいやっても動かないということはね、もう8万回ぐらい連打しちゃったんですけどね。はい、何も起こらないので、はい、おそらくですがここで今回の体験版は終わりなんでしょうかね。はい、体験版なんでしょうかこれは。それもちょっと定かではないんですが、うん、でも彼女が感じる姿をかなり見れて、週末かなりワクワクしましたのでね。はい、それではちょっと次回の製品版っていうかね、本格版に期待ですね。では最後ちょっとね、はい、最後にちょっともうちょっといじってね。感じてるかい？おー、気持ちいいかい？俺も気持ちいいぜ。はい、ということで十分ね、彼女を感じさせましたので、最後にもう一回、え、もう一回、はい、ということでどうやらここで終了のようなので、はい、うん、ちょっと薄味だった気もするんですが、ただ可愛い女の子がね、十分に存分に感じる姿が見れてよかったです。ということで今回はちょっと短めなんですがね、この辺で以上とさせていただきます。次回はまたあのホモゲーをね、はい、の続きをやりたいと思いますので、今回はこの辺でさよなら。